大阪工業大学は、大阪府大阪市旭区大宮5丁目16番1号に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、大阪工大が、設立者、講師として、建築家の方をかやすが、初代校長として創設した関西、工学専修学校が母体。関西高等工学校、関西高等工業学校、 雪南高東工業学校という組織編成を経て、1944年に旧西工業専門学校の雪南工業専門学校となった。太平洋戦争後の1949年、学生改革に際して、雪南工業専門学校を新生大学として昇格させ、設立された。理論に裏付けられた実践的技術を持ち、現場で活躍できる。 専門職業人の育成を行いたい。時代と地域が求める真のフィールドスペシャリストを育成する使命と情熱。関西工学専修学校の創設当時、大阪は、ショートから全国屈指の大工業地帯へと変貌しており、水分から陸運への転換という工業都市化を実現するための技術者、そして工業を発展するための技術者は圧倒的に不足していた。 時代と地域は、まさに、理論に裏付けられた現場で即戦力となる、技術専門職業人を求め、それに対応できる技術者の確保が重要な課題となっていた。関西工学専修学校の初代校長、建築家である片岡安の情熱は、工業化する大阪の現場に即戦力として、活躍できる人材、都市改造の現場ですぐに役立つ人材を排出することであった。 現場で活躍している教員が現場の最先端の理論、技術をまるで現場にいるかのように教授する。これは今も誇りとしている精神である。創立当初の学科は建築と土木であった。御堂筋をはじめとする大阪の都市改造に卒業生が関わり、時代と地域のために貢献している。なお、その他の創設時の協力者については以下の通り、 大阪府建築課長、池田実大阪府土木課長、島重春、大阪府営全課長、中村拓二郎、大阪市都市計画部長、直木林太郎、大阪市水道部長、沢井淳一、大阪市電鉄部技師長、清水博士、大阪府土木主事、奥村大介、大阪府技師、田上健一、日本電力株式会社土木部長、坂井田健吉、 大正信託株式会社常務取締役、小野捨次郎、役首相大橋道友、関西石材株式会社監査役、岡崎中三郎1922年に創設した、関西工学専修学校が始まり、1949年に、新生大学となった。意図、梅田タワーキャンパスの詳細は、施設を参照。 2017年度の入学者1817人中、出身高校所在地別の内訳は、近畿地方が89.9%と最も多く、以下、四国地方3.1%、中部地方2.6%、中国地方1.8%などとなっている。2017年5月1日時点で、工学部4209人。 ロボティクスデザイン工学部291人、情報科学部1679人、知的財産学部585人、工学研究科博士全期二百293人、工学研究科博士後期課程11人、ロボティクスデザイン工学研究科博士全期課程二29人、情報科学研究科博士全期課程三37人、情報科学研究科博士後期課程1人、 指摘財産研究科専門職学位家庭71人である。内は女性学生の人数。初年度学部大学院附属機関私立大学学術。研究高度化推進事業私立大学戦略的。研究基盤形成支援事業最先端。研究基盤事業国内研究機関との共同研究海外研究機関との共同研究海外。 事業向け研究協力参観学連携、研究支援、大学教育再生加速プログラム、文部科学省が国として進めるべき大学教育改革を一層推進するため、教育再生実行会議等で示された新たな方向性に合致した先進的な取り組みを実施する大学を支援することを目的に公募。大宮キャンパスでは文化形態育系などを合わせ、 K79 の加害活動公認団体が活動している。また、平方キャンパスでも公認団体が活動している。特に公式野球部、ラグビー部、想定部は関西でも上位を争う競合である。東京工業大学、名古屋工業大学、大阪工業大学の三校台の陸上競技部が毎年開催。この三考大戦は1962年から 半世紀以上にわたって続いている由緒ある大会。2013年大会で大阪工業大学が総合優勝している。公式野球部による2019年春季アイブリーグで大阪工業大学が神戸大学に勝利し、1953年秋季以来66年ぶりに令和初代王者に輝いた。また、平方キャンパス野球場糸スタジアムでは、 2014年、竣工記念オープニングセレモニーにおいて、元メジャーリーガーの野茂秀吉の始球式が行われた。大宮キャンパス、大宮キャンパス正門梅田キャンパス、平方キャンパス、平方キャンパスは、正確には、第一と第二に分かれている。しかし、平方第一キャンパスは、学内外ともに、八幡工学実験場の通称で故障されることが多いため、 大阪工業大学では便宜的に、平方第二キャンパスを、平方キャンパスと呼んでいる。関西文化学術研究都市計画に交応して、設置されたため、文化学術研究地区の標出、津田地区に近い。また、大阪工業大学と同じ学校法人、上小学園が運営している、系列校の説明神大学平方キャンパスも、同大学の徒歩圏内に位置する。 平方第一キャンパス平方第二キャンパス建築学土木工学の学科は1922年創設時以来西日本の私立大学の中で最古の歴史を有する大阪工業大学学園技術士会の歴史は古く1965年に技術士有資格者30名からスタートし合格者の推移は2007年には800名を突破し2016年では 正確な合格者数は把握していないものの、累計で1100名には達しているものと推定。特に技術士建設部門の有資格者が多い。技術士会の組織的活動歴においては、1974年の大阪工業大学技術士会発足を経て、国内大学で東京工業大学、早稲田大学、日本大学よりも長く、最古の歴史を有する。発表テーマは、 パイヤクテトラチオール誘導体の汎用的合成法の開発と廃合分子の創出パイヤクテトラチオール誘導体の合成と熱電変換材料への変換第42回核空気部門2019では大阪工業大学人力飛行機プロジェクト OB チーム梅田ラボが優勝また宇宙航空研究開発機構は2018年の 5サットマイナスに、カリファザット打ち上げ H、イやアロケット相上利用 50kg 級の超小型衛星において、東北大学、九州工業大学、大阪工業大学の3校の衛星を選定。また、アジア地区大会2006にて、日本の理工系大学では、東京工業大学、大阪工業大学のみ、トップ10入りし、日本の私立大学では、 唯一のランクインだった。この大会を経験した本学卒業生は Google、Yahoo Japan などで活躍している。ちなみに、知的財産専門職大学院を設置している国内の大学は東京理科大学、日本大学、大阪工業大学の参考のみ。ありがとうございます。